はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は帝徳の決断法続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、ついにハワイ島攻略を成し得たわけなんですが、そのハワイ島の状況を確認していきましょう。まずハワイの方にはですね、前回は破壊ではなく一つの飛行場に関しては、いわゆる占領を行いました。それによってこちらの第三飛行場にはすでに飛行機を配備中の状態です。飛行機配備済みで、さらに、第一飛行場も建設中という状況になっています。さらにですね、ハワイ展開しているこちらの艦隊、第一、第三、第四艦隊を主力艦艇として、駐留をさせています。でここには大和海型をはじめとした第一艦隊は戦艦部隊に空母2隻、軽空母2隻という構成です。第3艦隊は正規空母4隻で、第4艦隊は、戦艦3隻に軽空母3隻という構成ですね。で第9艦隊はですね、この後第1、第3、第4の主力艦隊が傷ついた時には補給するための艦艇で、第14、第16艦隊は潜水艦隊という構成になっています。で、さらにですね、インド洋方面を見てみると、インド洋方面実はですね、イギリスの艦隊が集結しています。第2、第6、第7、第10、第16ということで、これ主力艦艇と見ていいかなというところで、こちらはですね、戦艦が4隻の第2艦隊で、第6艦隊に関しては戦艦が、これハーミーズ、ちょっと詳細見てみましょうか。戦艦がですね、1、2、3、4、5隻、さらに軽空母が入っているっていう状態ですね。かなりの大部隊だな。で第7艦隊はというと、従順ですかね。で第10艦隊は軽巡で、第16艦隊に空母4隻入っているということで、かなりの大部隊が集結している印象ですね。ちなみにイギリス海軍の正規空母、ちょっと規模を見ておくと、搭載機数72、決して小さくはないですね。さらに航行速度も32キロ出るのか。で、走行も12、甲板の走行も12、かなり強いですね。イギリス海軍の空母かなり強力だな。ちょっと待ってね。しかも今見たら、詳細情報を見ると次のターンでインド洋に入ってくるね。次のターンでインド洋に入ってくるのが第16艦隊。でさらに第6艦隊、これ戦艦5隻の艦隊ですね。さらに戦艦5隻の第2艦隊も入ってくると、いやー、次のターンでインド失艦する可能性があるな。で肝心のインドの陣容なんですが、ご覧の艦隊になっています。第13艦隊のみ。なるほど、次のターンちょっと危険だな。なんとか逃げ切り体制に入らざるを得ないですね、インド洋に関しては。でインド洋の方には飛行機はね、大量に配備してあるんですけど、第一飛行場しかないので、このあと第三飛行場も作っていこうかなということで、第二飛行場は建設の指示を出したところです。なのでどうしてもインドは守りきりたいところにはなりますね。で日本近海に目を移すとですね、まず第二艦隊、これ、修復がようやく終わったものに戦艦コンゴを加えて、コンゴは大破中なんですが、今の状況を見るとですね、コンゴも含めて一旦インド洋まで動かしましょう。でインド洋で修復、インド洋にもドックはあるのでそこで修復します。でさらにですね、実は一隻大破していた源流を今ちょうど改装中です。63、4機ぐらいしか搭載できていなかった源流をですね、100機搭載できるように、大規模な改修を入れています。でその改修が終わるのがですね、予定ではあと4週間、
かかるので4週間後にはこの源流海もですね、そうだな、インド洋方面に差し向けるしかないかなっていうところですね。さあではターンを進めていきましょう。インド洋に敵が進出してくるはずです。あれ、インド洋に入ってこなかったね。キャンセルしたのかな。次のターンでインド洋に入ってくる動きを見せてましたけどね。いや、これはありがたいな。そしたら、このターンではですね、まずは技術開発を多めに、厚めに入れておきましょう。まあ、お金はね、それなりにあるんで。で、兵器開発、兵器開発ですね。兵器開発も見ておきましょう。型的にはシナノ作りたいんですけどね。シナノは対空攻撃力1161ってかなり強力ですからね。まあ、ただ搭載できる、戦闘機の数が47とかなり少ないっていうのがネックで、いまいち開発に乗り気じゃないと。で、航空機開発に関してはもう水上機しかないので、無視しましょう。で、錦の飛行艇、これはね、実は作っておきたいなと思ってるんですけど、お金がさすがに全部持っていくと厳しいかなって感じですね。なんといってもね、2000キロ爆弾持ってるので、一発当たればかなり強いなという飛行機も開発できる状態にはなっています。で、実はですね、どうしても今、ハワイ戦で大型艦船が負傷した関係で、だいぶ鉄が少ない状態が続いてます。なので今回は輸送船を作って、この輸送船をですね、オーストラリア沿岸に配備しておきましょう。で、さらにアルミとお金は、まあお金はね、まあそれなりですけど、アルミはかなりの数あるので、ここで戦闘機をある程度作っておきます。まあ、このあとね、52型があと3週間かな、2週間で開発が完了するので、22型に関してはこれが最後の建造というかね、生産になるかなと思います。で、あとは水星、まあ、水星は急降下爆撃可能なものの、爆弾が500キロと少ないんで、まあ、水星もね、できればどっかのタイミングでもう少し強力な爆撃機、艦上爆撃機を作っておきたいなというところですね。で、あとは天山、まあ、これは攻撃機ですね。で、南太平洋の様子をちょっと確認したかったんですが、南太平洋が、まあ、残念ながら見えない状態になってるね。アラビア海はかなり危険だな、本当に。次のターンで本当にインド洋に入ってくるね。次のターンこそ。インド洋に艦隊が間に合うかどうかってとこだな。お、入ってきたね、イギリス海軍が。3個艦隊が入ってきてるという状況ですね。そしたら潜水艦が、5隻間に合ったんだな。まずは艦隊を逃がしましょう。これ逃がさないことには始まらないんで。しかも雨か。雨に降られると結構きついよな。で、軽巡と重巡、あと駆逐艦になっているんで、駆逐艦だけは集めましょう。もう駆逐艦はもう逃げ切り態勢ということで。
おっと、まあ、団子になっちゃったけどいいか、まあ、なんとか逃げ切ってもらうしかないね。いざとなったら。まあ、飛行場大破はもう免れられないな。潜水艦は全滅したね。あとは丸2日逃げ切り態勢だな。雨が止んじゃったか。お、偵察に発見された？ギリ発見されてないか。発見された。まずい、逃げろ。さあ逃げろ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 。一石でいいんだ、一石でいいんで逃げ切ろう。逃げ切れ。もうすぐ夜が、夜になる。それまでなんとか逃げ切ろう。戦艦に捕捉されるのは危険だな。というか捕捉されてるね。かといってこれらの艦艇を他の隅に逃げた艦隊のところに逃がすわけにはいかないんで、まあ、ここはもうなんとか逃げ切ってもらうしかないな。いやー、大破した従順が3隻。
と1日持ってくれ。インド洋を失うわけにはいかないんですよ、どうしても。いや、インド洋に至急大増援を送らないとまずいな。さあ、雨が止んでしまったんで、こっからね、ちょっとわからなくなってきますね。敵の先的に引っかかったか。ただ雨が降ってきてくれるのは大きいね。まずい、そっち行くとまずいぞ。ダメだ、戦艦で撃ち合っても勝ち目はない。だー、大破したか。持たなかったな。残った戦力はこれだとどうだ。従順が1隻2隻、さらに駆逐艦が1隻だけですね。まあ時間が時間なんでもう耐えられるとは思うんですが、このあとインド洋にさらに敵が連続で、進出をかけてきた時に耐えられないかなっていう感じがしますね。急いで艦隊の増強を図りましょう。敵の艦隊機体は軽巡1隻2隻、駆逐艦が1隻ですね。あとは駆逐艦が1、2、3、4、5隻だけか。大型艦は全く沈められずという感じですね。まあしょうがないな。ドイツがお金をくれて潜水艦が3隻入ってきましたというところですね。まずはインド洋の方に飛行機をさらに増強しましょう。さっさとね、第二飛行場が完成してくれたらいいんだけど、第一飛行場の方にまず護衛機を、新潟を、そうですね、まあ、16補充して、ここは天山を入れて、天山を全機配備で、残りは水星になるんですが、水星もマックスまで補充。で、鉄が6713入ってきてるんで、この鉄をうまく活用していきましょう。まずは輸送船を、そうだな、3、いや、2だな。2が限界だな。で、オーストラリアに配備。オーストラリア全然足りてないんで、オーストラリアに配備して、残りを、またがいっていう話にはなるんですが、潜水艦を作っていきましょう。いや、インド方面、ドイツが苦戦してることが如実に出てきましたね。ドイツが苦戦しているんで、イギリスに余裕が出てきたためにインド洋にあれだけの艦隊を送ってくるとは。本当にあとハワイの攻略が1週間2週間遅れただけで致命的になってましたね。
どうしても鉄不足になるんで、できればね、もう少し鉄資源の取れるところに進出したいなと目論もうと思っていた矢先に、このインド洋へのイギリス艦隊の来襲ですからね。いやー、なかなか厳しいな。ハワイ取ったことによってしばらくのんびりできるかなと思ってたんですが、ちょっと甘かったですね。で、あとはですね、飛行機の生産しておきましょう。もうさすがに22型は置いといて、天山ですね、爆撃機の天山を50機ほど。で、さらに、攻撃機。違う。天山を50。水星を、そうだな、20機ほど作っておきますか。15機にしましょう。で、あとは、技術生産。技術力向上に回しますね。2000あるんで。超活動、アリューシャン方面入れとくよ、一応。入れとくか。入れといて損はないでしょう。そしたらですね、南太平洋に救う、アメリカ艦隊に陽動をかけておきたいと思うんですね。今回のターンでは、第14艦隊を南太平洋方面に進出させましょう。で、あとは、それなりに戦力が期待できる第3艦隊ではなく第4か第1かっていう選択肢になるな。第4艦隊にしますか。第4艦隊を南太平洋に派遣しましょう。いや、気になるのがね、やっぱインド洋方面なんですよね。そしたら空母は残して残りの戦艦部隊で突入を図りましょうと思ってる矢先に、何それなりの数出てるな、敵の方は。ちょっとあまりきっちり確認せずに出てきちゃいましたけど、敵空母撃沈？敵空母も出てるんだ。まあのんびり構えてますけど今。大部隊が出てるじゃないか。マジか。こんなにいると思わなかったぞ。いや、かなりの大部隊だな。戦艦も出てるし、護衛空母も出てますね。いや、こんなに数が出てるとはちょっと正直思わなかったな。これは潜水艦でできるだけ沈められるだけ沈めてもらいたい。
まあ、ここは砲撃戦でできるだけ沈めておきたいですね。戦艦大破か。そこはもう逃げ切ってほしいな。戦艦沈没。比叡が沈んでるね。いやー、アメリカ軍にまだこんな力が残ってるとは想定外だったな。いや、第4艦隊は壊滅させてしまった。ただ残りのこれどうだ。残りの了解。アメリカ軍の戦艦は沈めておきたいですね。いやー、アメリカ軍もイギリス軍も全然侮れないな。ただ、今南太平洋にいるアメリカ軍ってドック入りとかは不可能なはずなんで、傷つけた戦艦は傷ついたままいるはずなんですよね。なので、まあ、ちょっとねそこをうまく利用できればいいかなというところかな。まあ、傷ついた艦艇にいずれとどめを刺すっていうね。敵の飛行場は間違いなくここにあるんだよな。この軽銃に乗ってる偵察機何？足が短すぎるだろ、さすがに。ここまで足が短い偵察機だとちょっと使えないな。まあでもここは我慢しましょう。第4艦隊壊滅させられているんで、さらにここで軽空母とはいえ空母を失うわけにはいかないと言っていて油断をしていたらこのざまか。さらに雨っていうタイミングの悪さもつながるな。散々ここまで晴れてたのに。そしたらもうここで空母の出番はないでしょう。雨が降ってきたので退却しましょう。いやー、アメリカ海軍イギリス海軍侮れないな。まさかまさかでしたね。インド洋にもあれだけの大兵力、さらに南太平洋もかなりの艦艇が出てましたね。艦隊でいうと3個艦隊は絶対出てる、出てるね。確認していきましょう。まず味方なんですが、戦艦3隻撃沈。かあ、3隻失ったか、戦艦。ちょっと痛すぎるな。で、敵の方はというと、戦艦3隻撃沈、4隻撃沈、あとは護衛空母を2隻、軽巡ですね、あとは。さらに
第4艦隊、第14艦隊から護衛空母2隻、あとは軽巡とかそのあたりかな。もうちょっと正規空母とか沈められれば、まあ、戦艦3隻失っても仕方がなかったねっていう戦いにできたかもしれないんですが、味方の損害が大きすぎるな。海水レーダーに航空用のエンジンが新たに完成しましたね。さらに冷戦後2型よしで、ライデンが来たね。ライデンはでかいね。ライデンは夜間戦闘可能ですからね。ライデンは速攻で開発に着手しましょう。でちょっと忘れないうちに飛行場だけ確認しておきたいけど、まだ第二飛行場建設中か。いやー厳しいなお。ただアラビア海に展開しているイギリスの艦隊は一度撤退してるね。これはありがたい、本当にありがたい。その間に艦隊の立て直しができれば、正規空母の方にちょっと艦隊を合流させましょう。いやでも厳しいか。いや痛いのがやっぱここだな、ハワイだな。第4艦隊が壊滅させられたっていうのはちょっと痛すぎるな。まあとりあえず第4艦隊と第9艦隊に関しては、一旦合流させるしか手がないんで合流させましょう。第4艦隊にちょっと戦艦を補充してあげないとまずいな。で第14艦隊と第16艦隊のこの潜水艦隊 もう数がすり減ってて1個艦隊としての運用は不可能なので、合流させましょう。いや艦隊の消耗が激しすぎる。これ新たな戦艦の建造にも着手しないとまずいな。でインド洋方面なんですけど、インド洋はもう防戦に徹するしかないんで、飛行場をちょっと新たに建設しましょう。もう一個、今第一飛行場第二飛行場と作ってきていて、まあ、第三飛行場を作ると第三飛行場がもう敵の餌食になるんで、まあ、ここはちょっと近くて危険性もあるけど第一と第三を近くに作っちゃいましょうね。でだ、戦艦を1隻ぐらい新たに作らないとちょっと艦隊戦力的にかなり厳しいね。今鉄が7300あるんで、7300の範囲内で作れる新たな戦艦、長門か。大和は、大和だとギリギリ作れるけど、大和作るともうお金がパーだな。巡洋戦艦天城、巡洋戦艦ってどうなの。ヤマトにするともう16週間とかになってくるんで、もうちょっとこれは作る余裕がないんで、作るんだったら、まあ、加賀尾張、まあ、この辺りになってくるな。ただ尾張の方が装甲はやっぱり厚いですね。あとは13号型、これかなり硬いね。これにしよう。だ15周か、15周は無理だとなると終わり型にして13周か、加賀の11周、いや加賀の11周ってかなり大きいな。加賀にしよう。
そうだな、国の名前でつけるんだったら、どうしようかな。一国総統ってなると若狭とかにしますか。で、残りは鉄が2000あるんで、駆逐艦とかもちょっと作っとかないと危ないんで、1個は潜水艦。いやー、いいのかなこの運用で。もうちょっとな、さっきの戦いで被害が出る前に第4艦隊逃がしてあげるべきだったな。今更ですけどね。そしたら軽めの、鉄が軽めの駆逐艦をちょっと何隻か作りたいんですが、それでもやっぱり鉄は800前後必要か、500ぐらいで作れる簡単な駆逐艦ないかな。防空駆逐艦みたいなのを作りたいんですけどね、設計で。今設計する余裕も正直ないからな。まあ、これを一隻作っときますか。葵ちゃん。で、あとは戦闘機を作っておきましょう。52型が作れるようになってるんで、まあ、52型が優秀かと。おっと、そうだそうだ。その前にだ。肝心の兵器開発をしておかないといけないですね。まあ、なんといってもライデンができてくれると、だいぶ助かりますからね。夜間戦闘可能っていうのは大きいんで。で、10週間か。それなりに期間がやっぱりかかりますね。で、技術開発を薄めに全部入れておいてだ。そうするともうお金が全くなくなるんで、鉄もない。残ってるのは、じゃあ、52型を少し薄く作っときますか。まあ、52型もね、ライデンが完成したら使わなくなるんじゃないかっていう気もしますけどね。はい。というわけで、今回はインド洋の防衛戦と、南太平洋のアメリカ艦隊、撃滅を企図した作戦をお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回、この続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。